どうも。あ、ごめんなさい、もう一回。ああ。どうも、ダビデです。ですね、今日はですね、まあ、ちょっと車を使った、まあ、バカなことをやろうかなと思ってるんですけど、まあ、車のね、まあ、乗ってる際、まあ、皆さん何してますか？そうですね。まあ、もちろん、まあ、熱唱ですよね。車の中でも、まあ、自分の空間なんで、車乗ってる時は、まあ、ラジオ聞くか、もう歌ですよね。思いっきし、叫んでる人は多いと思うんですけど、それって周りの人に聞こえてるのかどうかって結構疑問に思う時あるんですよ、俺、うん、自分としては全く聞こえてないと思うんだけど、実は車って密閉性が高いから音は聞こえないっていうはずなんですけど、まあ、どれぐらい自分が声が外に聞こえてるんだろうっていうのをちょっと実験したいなと思います。はい、なんでね、今日はね、まあ、協力してくれる方もいるので、ぜひやってみたいと思います。はい、はい、じゃあまずはですね、声をどんどん、まあ、大きくしていって、どれぐらいの声で叫べば、まあ、外に聞こえてるのかっていう実験をしたいと思います。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあまずね、ちょっと声を普通に喋っています。で、相手が今向こうで、まあ、カメラ持ってくれてる方がいるので、はい、そういう人が合図してくれるんで、じゃあ行ってみたいと思います。じゃあ、それでは行きたいと思います。はい、まあ、じゃあまずはあんまり大きくない声。聞こえてない。聞こえない。聞こえた。え、マジで？うん。かなり普通に喋ってる声も聞こえてる。こっちの内部の声ですら聞こえちゃうらしいんで、意外とお前大丈夫か？ちょっと。この車って結構そういう車じゃないと思うんだけど。そうですか。じゃあちょっと次の実験に行きます。はい、では実際やっていきたいと思います。で、じゃあ、まあ、曲目があるんで、こっちで歌って、まあ、歌い終わったら曲名をね、外の人に当ててもらおうと思いますね。はい、じゃあまずは簡単そう。じゃあ、まあ、で、大体世代は同じなので、この曲絶対知ってるって曲を集めてるので、はい、一応まあ、世代を超えた曲かな。飛んで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 。はい、何でしょう。マドカヒロシ。はい、正解、正解、はい、正解。正解。マドカヒロシ正解出ました。じゃあ次。これ簡単かな。行こうかな。
get up, 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 body high。中森明菜。はい。はい。はい、正解。お、これ当たるんだ。じゃあね、次じゃあビーズかな。はい、行きます。愛のままに、わがままに、僕。はいはい。ビーズ。あー、正解。はい。はいはい。あー、正解。おお、完全に聞こえるんだ。じゃあもう一回ビーズいきますか。意外とね、2連続ビーズはないと思ってると思うんだよね。夢じゃないあれもこれ。お、早っ。はい。はい。ウルトラソウ。はい、正解。じゃあ次ね、じゃあ、これ意外とね、あれかも。じゃあ、いきます。シャムシェイド。あー、当たり。壊れるほど愛しても。さ、お、早っ。はい。あー、当たり。これすげえな。んー、じゃあ次。ハニー。正解。ハニーいきますよ。これは乾いた風を絡ま、はい、はい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 、正解。ダメだ、これ全部降るかも。これじゃあ結構クラシックっていうか、ちょっとしまっ若干静かな曲を行きましょう。じゃあ、はいはい、川村隆一のグラス。捕まえていてね、正解。ダメだ。ダメだ。じゃあ、いきます。じゃあ、これもどうかな。シーソーゲーム。はい、正解。恋なんて、いわばエゴと映画のシーソーゲーム。イェーイ。おー、はいはい。正解。なんだよ。じゃあちょっと難しいかもしれないな。これは最後の。また熱くなった。あ、いいや、もういい。はい、で結構当てられちゃってるんでね。USA、あー、ちょっと当たらなそうなやつ行こう。MCAT、トーカシアキオ。ボンバヘン、ボンバヘン、笑ってる。行きたいよな。はいはいはい。当たり、当たり正解。ダメだ、どうしてやばいわ。当たり、あ、行きます。じゃあ、これじゃ無理だろうな。くれない。はい、正解。これは無理だか。じゃあ次。じゃあ、もう一曲、もう一曲。せーの、いきますよ。フォーエバーラブ。はい。正解。フォーレバーラブ。早っ。はい、正解。もうないな。
グレイ。あ、正解。会いたいから恋しくてあなたを。はい。あ、正解。なんだよ。じゃあ最後、チューブの青の夏休み、これね、多分ね、最後まで弾ければわかると思うんですけど、途中で当てられるかどうかわかんないんですよね。じゃあ行ってみます。じゃあラスト、まあね、全敗なんで、こっち行きますよ。せーの。ほうみたい夢とちゃうのかい、こんな出会いは。夏の数ほど恋したけど。お、わかんないの？いつもらい泣いたっていいんじゃない、溶けた素肌を。ちょいと泳ぎ疲れ胸に来るベイビー。何でしょう。ああ、夏休み。はい、はい、正解です。お疲れ様でした。というわけでですね、歌約8曲ぐらいかなやったんですけれども、まあ全敗ですね。最後の もう多分ああ夏休みの部分を歌ってしまえば絶対分かったので、これはかなり車の密閉性は低いんです。うん、まずですね、車の密閉性は思ってたよりも低い。うん、車の音っていうのは案外外に、あ、聞こえてます。うん、ただですね、ちょっと分かったことがあって、これってまあエンジン音がないんですよ。エンジン音もないし周りに車もいないんで、だから多分車の密閉性っていうのはエンジン音あってなんですよね。だからエンジンをかけないで特に大きな音がしない空間で場合は車内の声は相当入ってます。かなり外に相当、まあ、漏れてると思いますね、多分ね。うん、ということなので、次はちょっとエンジンをかけて、まあ、同じような実験をねしてみたいと思います。はい。